どうも皆さん、おこんにちばんは、まことでーす。おはこんにちばんは、あいかとでーす。本日はですね、白玉粉とかき氷シロップを使ってメンバーカラーの白玉を作りたいと思います。イエーイ。はい、まずは白玉粉 40g。 こんな感じなんだ。そうそう、 40g。まあまあ、オッケー。ぴったり。で、かき氷シロップを、はい、35ml。 35? 35? ってことはこんぐらいか、ちょっと多かった。あ、まあでもそんぐらいだね。35でおぉ、甘そう。はい、できました。すげえ、めっちゃ丸。5食分、はい、作っていきます。はい。これなんか多くない？大丈夫？え？ 10ml？ うん。え、なんかべちゃべちゃやけど大丈夫？こんな多い？待って、どれぐらい入れたんこれ。待ってよ、やばくない？もう最悪。これどうやって入れよう。あ、でもちょっとさっきよりはマシかも。ちょっとこう、でも水分をちょっとね、私が入れすぎました。絶対間違えた分量。うん、あ、いけるかもよ、このままいけば。あ、ほんと？ビラビラになってきた。はいはいはい、何これ。メタモンみたいな。他の色は普通。そう、他はね順調なんだけど、緑だけごめんなさい。あ、可愛いねこれ。うん、これもうちょっと沸騰させんでいい。これ浮いてくるまで煮まーす。はーい。緑。何これ。緑だけなんかすげえもやっとボールみたいになってる。こんななんかウィルス菌あったよ。あったあった。浮いてきた、これ。青が浮いてきた。ほんとだ、ちょっとずつ。こうなったらいいのかな。ちょっと紫投入。緑は一向に行きそうないけど。うん、緑あれやって、多分水分量多いから時間かかんねって。ああ、そういうことか。浮いてきたよ、キャッチ。おお、それちょっと水切らないと。本当はあの網があればいいんやけど、やっぱちょっと膨らむね。ねえ、どんどんすくってこう。案の定、緑が。あれ緑浮いてきた、浮いてきた。いっぱい浮いてきた。で、これの方がいいと思ったんだ。海外して。そう。お。おー、いいね。いいね。水が切れるね。ちゃんと切れるね。ちょんとちょんとちゃんと切れるね。
すごいことになってますぐにゃぐにゃですけど、まあ、でもすごいみんなカラフルにできたね。うん、いい色。でもみんな結構水分量多いんかな。でも白玉ってこんなもの？うん、多分こんぐらいなんじゃない。もうちょっと乾かした方がいいってことか。かな。めっちゃまとわりついちゃった。まあ一旦ちょっと冷やしてね。後で冷蔵庫で冷やしたいと思います。はい、後で食べたいと思います。できましたー。でで、カラフル。すごい。結構緑がいい感じになった。これ目でも楽しめるね。あとはどんな味か。ちょっとどうしようかな。青からいこうかな。実食。実食青。黄色いただきます。いただきます。なんかもっと甘ったるいんかなって思ったら、うん、全然甘ったるくない。全然やね。ほんのり、うん、ほんのり青だからブルーな味はするけど、うん、黄色もほんのり風味がする。あ、ほんと？紫。これはピンクとブルーを融合した味です。ピンクと紫、こんなに違います。ね、全然ちゃうね。いただきます。うん、めっちゃこれよくわかんない味。変な味する。混ぜてるからな。うん、次しげさん、メロンです。紫いただきます。いただきます。まずくはない。ほんのりメロン。なんか紫あんま味せんくない。なんかそんなに調和した、うまいこと調和したのかな。じゃあちょっとピンク最後に黄色いこう。ピンク亀ちゃん。取ります。大事件が起きた。緑デロン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 すぎる。ほのかにピンク味するわ。いちご味。緑もほのかに味がする。うん、メロンでしょ。あ、ほのかにはやっぱいいわ。基本はやっぱ白玉の味がする。すごい白玉粉がやっぱすごいね。あれだいぶいい味を出してるよ。レモン。レモン。レモン。あ、レモンレモン。後から来る。ブルーハワイ美味しい。あ、美味しい。うん。だからなんか全体的にこんな硬いか。うん。白玉ってこんぐらいっけ。うん。うん。うん。あ、レモンうま。分厚いやつ食べたんだね。かもしれない。味がやっぱちょっと薄めの方がいいかもしれないですね。味がその方が浸透するかも。でも全体的に美味しい。これ意外となんかもっと、うん、うわ甘っていう感じなのかと思いきや、ね、ほんのり甘い感じで、これはなかなかいいんじゃないですか。美味しいかもしれない、うん、ちょっとなんかフルーツポンチみたいにして食べても美味しいかもしれない。いいね、確かに、ね、三ツ矢サイダーはそうだな、うん、炭酸入れて、うん、あとまあみかんとかさ、そう缶詰系ですね。フルーツ系一緒に入れて、うん、だいぶ美味しいんじゃない。いいかもしれない、ね、ちょっともっとちょっとちっちゃめにしてね。そうねそうね、これだいぶちょっと太かったね。うん、うん、でもすごいね、見た目でもすごい楽しめるし味も楽しめたから、これはこれでだいぶ良かったんじゃないかな。ステイホームの時間をぜひ有効活用していただけたらと思います。はい、皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか。液体塗りすぎには注意してください。そこね気をつけて。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思いましたらぜひいいねよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Instagram もやってますんで、そちらもフォローよろしくお願いいたします。こちらのチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ハブグッタイム。